日本鉄道825-3170型は、かつて、日本国有鉄道及びその前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、日本鉄道が1903年に、ドイツのハノーファー機械製作所から6両を輸入した、車軸配置2から6から2、単式2機筒の飽和式タンク機関車で、h 3小型と称された。 この機関車は他の鉄道でドイツ製機関車が良好な成績を収めていたことから日本鉄道でもドイツ製機関車導入の機運が高まりヘンシェル社製で複式二機頭の HS35 型と共に製造されたものである。しかしすべてをドイツ製に置き換えるのには抵抗があり、同年発注された32両のうち24両はイギリスのベイヤー・ピーコック車に発注された。 また、発注の際に当初は、一般競争入札で行ったものを取り消し、使用を共通にして、再度指名競争入札で入札施行したため、その経緯の不透明さが、当時のジャーナリズムを賑わすというエピソードもあった。形態的には、関節鉄道の B6 クラスに先はを追加し、飛行士面積を拡大したもので、過失はベルペア式であった。先代車は、 ビッセル式である。また、弁装地には、当時最先端であった、ワルシャート式を採用している。導入当時、日本最大のタンク機関車であった。国有化後の1909年に制定された、鉄道員の車両称号規定では、3170型に改版された。当初は、宇都宮、小山、田端、福島、盛岡に分散配置されたが、国有化後は、小山、 宇都宮に集まり、一部は大宮工場の入れ替え用とされた。廃車は3171、3172が1949年、3173、3175が1950年、3170、3174が1951年であった。このうち3170は高崎板上に譲渡されたが、 使用されることなく廃棄された形式図、ありがとうございます。